行くぞ。この約束の地でわしとお前が今向き合った力任せでは訪れぬ綾、これぞ絆とわしは思う。家康様の絆、運命の大一番、全軍死力を尽くして家康様をお支えするのだ。わしが離れていた間も鍛錬を欠かさなかったんだな。怖くてたまらねえけど、逃げてえとも思わねえ。我らにかなうと思うのか。己が味方を翻したい、その心境はさす。よう家康、この戦借りるぜ。こいつにちょいとばかし見せたいものがあるんでな。その瞳は私に何かを示そうというのか。だがそれに耳を傾ける気はない。あなたと言葉を交わせとは聞いていないがゆえに。伊達氏、ここで私に何を見出せと。その答えはお前しか知らねえ。あんた自身で気づくんだ。己を変える光にな。あなた方はまばゆいな。この眼球を腐らせるほどに。前座にも過ぎぬだろうが、しばしお付き合いいただこう。あいにくだがここで朽ちるつもりはない。見極めるべき男が、未来が存在するゆえに。なぜあなたはそんなにも強い。なぜ私はこんなにも弱い。願わくは新たな絆のままに生きてくれ。我らの誇り、何人たりとも傷することを与わず。あなたの仲間は強いな。七ですら怨んでいる。彼らこそがわしの誇り、わしの家族。どうだ、見えたか。足りねえってんなら何度だって連れ回してやるさ。死してなお続く尊き絆だが、今はそれを求めない。みんな必ずや生きて帰ってくれ。そちらも随分と培ってきたのだな、絆の力を。いかだ遥かなる天へ、家康様のおそばへ。凄まじい威風だ。さてわしの拳とはどちらが上かな。最下の鳥どもだ、生粋の戦闘民族よ。俺は俺で楽しむとするか。ケム、竜王の名は水郷じゃねえ。今あんたの瞳には何が映ってる。何も見えてねえってんなら、カム、竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。独眼竜、お前は新たな絆を手に入れたのだな。お前がそうするように、わしもまた絆を抱き続けよう。それがしに勝るとも劣らぬな。カラスにその身を継いだのは、ダンスであれば当然だ。これほどの快進撃でも、傷つき、倒れる者は出る。よし、来て。はみんなに任せるんだ。これは恥じるばかり。ひとまず
わしは手を出さないが、ほどほどに頼むぞ、独眼竜。オーケー。ゲストとしての分はわきまえるぞ。ヤタのカラスの名前を。流れは明らかに我が軍にあり。このまま交渉を地へと引きずり下ろしましょうぞ。お待ち。我らを導け。やってやろうじゃねえか。ああ、わかっているよ、忠勝。もうお前の心から目を背けたりはしない。10万分の1とか思ってると大怪我するぜ。家康様、我らは徳川兵であったことを誇りに思いますと。んじゃ、ゲストを去るとするかね。また会おうぜ、家康。竜王主催のパーティーだ。見ておられますか、先代。三代目、西下孫一。一人で挑んではダメだぞ。周りの者と息を合わせるんだ。一切承知。総領が突破。急ぎ、我らも続け。さらに弾薬を惜しむな。一気に貫け。おう。お前をかすめた弾丸は背後に続く者を貫くだろう。これも時の運ならば、それがしは神を呪おう。討伐大将、オズの絶命を確認。ヤタのカラスの鳴き声を。残念だが、お前の望む結末は訪れない。この世から強いと弱いを取り除けたなら本当に夢物語だと思うか。我らの存在理由を棟梁は新たに定義しようというのか。この光景を見るたびに思うよ。やはり戦など必要ない。こんな別れを迎えるのも一つの幸せなのかな。ありがとう、戦勝。最後までわしを思い続けていてくれて。このまま敗れ去りはしない。絆が力に劣るものと人の心に刻ませはしない。わしは時をかけすぎた。その果てにようやく見つけた答えがこれだ。さあ、わしと結ぼう。たゆまぬ絆を。一人の望みを叶えんがため、あまたの心が立ち並ぶか。民を導くのはわしか、お前か。共に残そう、この世の非業に敗れぬ希望を。お前の道は魔王や覇王とは違う。そう言い切れる。違う。だがわしはまだそれを示せずにいる。本当に倒すべきは人じゃない、世の断りさ。戦場こそを住処とする。それが最下だ。我らは死を、苦痛を、何者をも恐れない。急所を打ち抜けば終わる。お前がそれを望むのである。みんなを守り導きたい。この心だけは偽りもないさ。念のために言っておくが、王になどなる気はないぞ。中華演武の万事下げる。
誰も抗えない。我ら違う、絆は不滅だ。風に今ここで我らを雇いたいと。無理だな。次の戦場が我らを呼んでいる。棟梁、こたびの戦も我らの勝利でございます。ああ、皆もご苦労だった。次に備え、武器の整備と補給を怠るな。もちろん、自分の体も含めてだ。承知。また一つ、戦を終えた。そうだ、我らはただ、戦場に生きる。だが民は戦場から離れて生きている。故に我らと交わることは決してない。民と交わり生きることはできない。我ら才華は戦うためにこそ生きているからだ。では今我らは何を、何のために戦っている。雇い主を見定めるのは何のためだ。我らの存在と我らの取るべき生き様としかしこの戦国乱世の真っただ中で我らがこうした物思いにふけることになろうとはな。いや、こうしたよ。だからこそか。豊臣方の追撃により徳川が追い込まれております。